あ、古人と今言われる方でもですね、やっぱりいいところっていうのはあると思うんですよね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、横山大観さんの名言で、100%完全な人はいない。欠点ばかりほじくるようでは見方が浅い。常に全体を見ていい面を吸収するんだ。横山大観さんのプロフィールをお伝えしたいと思います。横山大観さんは、日本の美術家、画家で有名な方ですけれども、本当にですね、画家とか美術家でもこう言うんですよね。ということは、あ、これ完璧な絵だなと思いながら見てても、どこかにやっぱり欠点とか、まあお話してても、人間ってどこかに欠点だとかいうのがあると思うんですよね。私もありますよ。まあ絵が下手くそだとか、ね、音楽の音符が読めないだとかいうことがあるんですけれども、それマイナスですけれども、例えばですね、こういった YouTube とか、動画撮ったりとか編集することは私苦でもなく、他の方は苦手としていることに関してできますし、音符っていうか音楽だけのところを見ると、とても僕はマイナスな人間ですけれども、 YouTube の動画とか撮れるとか編集できるとか、例えばこの名言ですもんですよね、毎日配信できるとかいうところは私のいいところだと、いい面だと思っています。常にいい面ですよねを出して、一人でもね、多くの方にお伝えしたいと思っています。これからもですね、人の欠点ばかりを見ていくような人間ではなくて、一つでもですね、いい面、例えばですね、そうだな、あ、悪人と今言われる方でもですね、やっぱりいいところっていうのはあると思うんですよね。まあ、とかくね、テレビのニュースなんかで取り上げられるっていうのは、悪い人はすごくずっと悪いようなことを取り上げられますけれども、まあ、そんな中でもですね、いい面なんかを、一つでも見つけられれば、すごい自分は成長したんだなという気持ちになると思います。私もですね、とかく人の欠点を探しがちですけれども、いい面を、探り当てられるように日々努力頑張っていきたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。ご視聴誠にありがとうございます。概要欄の方にですね、本日の名言と朝7時に届くメルマガの登録がありますので、メルマガの方は登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。